というのはタイガージェットスミス、あるいはザ・シーク、はい、あるいはジミー・スヌカというですね、非常にやっぱり日本のファンにとっては嫌な名前を挙げてますよね。ああ、なるほどね。ザ・シークも当然まあ関係してくるわけでしょ。そうでしょうね。こういうことになりますと、まあ、3人の無差別の襲撃ということが実現するということになりますと、これはゾッとしますね。まあ、海の向こうでですね、密かに手を組んで、それがやっぱり軍団を作ってくるようになりますとですね、非常にやっぱり日本人にとってはやっぱり危ないことになりますね。そうですね。さあ、徐々にチャレンジャーのジプシー・ジョーの勢いが非常に良くなってまいりました。足をよく使っております。背中への攻撃、それから溝打ちへの攻撃、キック攻撃を展開するジプシー・ジョー。山田さん、いつものジプシー・ジョーのパターンと違いますね。そうですね、はい、ちょっとね、不気味ですね。ジャンボ鶴田がいわゆるこのチョップというよりか張り手で返します。顎に狙ってみろと思い切って顎をぐーっと突き出しました。この強さ、人間とは思えません。なんか山田さん、この体の中、特にこの顔の中に鉄が仕組まれているような感じですよね。全くね、ちょっと人間とは思えないですね。見てください、このジャンボ鶴田のチョップ。さあ、チョップで効きません。ドロップキックはどうだ。これは効いたぞ、これは効いたぞ。顔面に炸裂、そのまま抑え込んだ1本目。さすがにジャンボ鶴田のドロップキックは世界一。武井さん、今のドロップキックの当たり具合、高さ、角度どうですか。まあ、当たった瞬間はですね、非常にいい角度だと思ったんですけどね、その後のジプシーの状態見てますとね、あまり効いてはいないようですね。あれでも効きませんか。はは、普通の山田さん、選手だったらスッとこのスタンディングポジションは取れないんですけどね。そうですね、まあ、やはりね、これジャンボのドロップキックが悪いとか効果がないということよりも、はい、やっぱりジョーのタフネスぶりを褒めるべきでしょうね。そうですね、武井さんね、はい、まあ、全日本プロレスに殴り込みをかけてきたこのジプシー・ジョーの評価、まあ、全日本プロレスのマットに登場してからすでにもう3週間を過ぎようとしておりますけれども、一番強調できるのはやはりこの打たれ強さというところですかね。無類のスタミナとですね、頭と背中の硬さでしょうね。それから山田さん、次に評価できるのはやはりリング外乱闘のしたたかさですか。うん、そうです。